ウィリアム・ルーズベリは18世紀の有名な放浪職人、イギリスの起業家、ロイヤル・クラウン・ダービーの創始者であり、某、チェルシー、ダービー、ロングトン・ホールで磁気工房を所有していた。1780年制作のブリタニア像、ダービー博物館所蔵。ルーズベリは1725年9月7日に生まれた。1742年頃、彼はロンドンで 放浪職人として働いており、そこに1753年まで泊まった。その後、1754年から1755年の間、彼の父が住むロントンホールに居住し、そこで働いた。1756年には、資金が貯まり、腕の立つ、磁気職人たちとその製品を手に入れた上で、ダービーのノッティンガムロードに磁気工房を開く決心をした。この事業に関して、 彼は地元の銀行家、ジョン・ヒースとクリストファー・ヒースから出資を受け、またダービーに住んでいた陶芸家、アンドリュー・プランシェの高い技能にも助けられた。1775年、ドゥーズベリーとジョン・ヒースは、ジョージ3世から製品の工房員に王冠を含ませるという雇用達の栄誉を受けた。ドゥーズベリーの D は、現在、王冠と共に、 国王陛下御用達のダービー時期工房の印として記されている。ヒースたちが破産した後、事業はルーズベリーが引き継いだ。彼は1786年に没し、息子のウィリアム・ルーズベリー2世の後を継いだ。ありがとうございます。